ゲオルク・フランツ・ホフマンゲオルク・フランツ・ホフマンは、ドイツの植物学者、地ルや菌類の研究を行った。神聖ローマ帝国バイエルン選定公領のマルクト・トブライトに生まれた。1779年からヘルボルンのアカデミーやエアランゲン大学で医学を学び、1786年に博士号を得た。1789年にエアランゲン大学の医学の教授となり、 1792年にゲッティンゲン大学の医学と植物学の教授に任じられた。ゲッティンゲン大学では植物園の園長も務めた。この頃植物学にも関心を持っていたヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテを何度か訪れている。しかし、ホフマンの植物学の知識に対し疑念を抱いていた、同じくドイツの植物学者のヨハネス・フルッケからは長年にわたって批判され、 これが元で最終的にゲッティンゲン大学の職を辞し、1804年にモスクワ大学で植物学の教授となった。1815年にドイツ自然科学アカデミーレオポルディーナの会員に選ばれた。モスクワにて没し,した。地衣類や菌類の図鑑も表し、ウキゴケ科のコケ類やオオミコブタケなどの菌類の新種を記載した。アカネ科の俗名。 ホフミニアに懸命されている。ホフムは植物の学名で命名者を示す場合にゲオルク・フランツ・ホフマンを示すのに使われる。ありがとうございます。